ここは岡山県の岡山駅。今回は国鉄と給食の悪夢を見ていきます。さて早速出雲市行き、悪夢9号の入線です。この国鉄直の悪夢は運転開始50周年を記念して、この1編成木曜に国鉄直を復刻塗装したものです。検査を除き、岡山出雲市間の悪夢が、9、24、25号の2往復で運転されています。ちなみに岡山側、先頭車は貫通型となっています。さて、国鉄直ながらも最近塗り替えられたところなので、結構ピカピカしています。さて前側にやってきました。やっぱり、こっちの方がかっこよく感じます。反対側のホームに来て、発車を見送っておられです。ご視聴ありがとうございました。